こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。それでは引き続き、第30回、新女神転生、後編をご覧ください。まだ前編中編をご覧になっていない方は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、先にそちらからご覧いただければ幸いです。こんばんは。よろしくお願いいたします。女神転生は、センシティブなテーマも扱っているため、後編では、言葉を選び、あえて自重した部分もあります。お察しいただければ幸いです。それでは最後のテーマはこちら。テーマ3、運命のクロスロード。日常が失われ、やがて深刻な危機に見舞われる中、主人公は、好むと好まざるとに関わらず、目まぐるしく移り変わる状況に飲み込まれていきます。そんな中、主人公を取り巻く人々は、それぞれ彼に向かって盛んに手招きをし、おのおのが自分の正しさを主張しています。ローヒーローは、慈悲深い、理性的な人物として描かれ、カオスヒーローは、憎悪に身を委ねる、感情的な人物として描かれています。彼らの物語は、恋人を探す、あるいは支援を晴らすといった、極めて個人的な理由に端を発していました。そのような二人と行動を共にする中、序盤における、主人公の行動の動機づけは、二つの場面を通じて、プレイヤーに問われていると思います。一つは、ローヒーローから、一緒に幼馴染を探すのを、手伝ってほしいと頼まれる場面。幼馴染の女の子が、主人公ではなく、ローヒーローの恋人として設定されていることを、当時、意外に思った方も多いと思いますが、それでも彼に手を貸すかどうかという、プレイヤー心理をおそらく見越した上で、この選択肢は提示されていると思います。あえて今風に言えば、彼らはリア充です。それでも手伝いますかという、ちょっと意地悪な問いなのだと思います。ただ、当作のシナリオが巧みなのは、夢の中で同じ名前を持つ女の子を、事前に登場させ、気がかりを植え付けている点にあります。そして、もう一つの行動原理が問われる場面は、母親を殺した悪魔と対峙するシーンです。ここでは選択肢の提示はありませんが、自身も悪魔に力を借りているという矛盾をはらみながら、カオスヒーローのように、憎悪に身を委ね、貪欲に力を求めるか否かが、暗に問われています。ローヒーローとカオスヒーローは、理性と感情という、私たちにとっても、比較的身近な対立軸を示す役割を担っています。それは、中編でお話しした、日常から非日常への転換を図る布石の一つであり、身近な存在と思えた二人は、やがて主人公の元を離れ、彼らもまた、自らの意志に基づく運命に飲み込まれていきます。そして、この二人を尻目に、もう一つの道を提示していたのが、この井の頭公園で出会う、謎の老人でした。光と闇、法と混沌、世界のバランスが崩れようとしている。いずれに傾こうと結果は同じ。君ならどうする？後に、彼の呼び名は、大乗老君であることが明らかになりますが、これは道教という宗教のルーツである老子を、神格化した呼び名だそうです。道教の教えに関しては、それぞれに違った解釈があり、定義づけするのは極めて困難ですが、老子の思想の根幹は無意自然であり、賢者を持ち上げなければ、民が争い合うこともない。欲しいものも、見なければ心は乱れないといったものです。そして、天の振る舞いは、何かが不足すれば、余っているところから補われ、やがて全体のバランスが保たれる、という言葉も残しているとされています。もしかしたら、老子のこの思想が、当作における、ニュートラルルートの根底にあるのかもしれません。当作の主人公は、一切言葉を発しないばかりか、その姿形さえ、作中で示されることはありません。2D マップ上でも、主人公はアイコンで表示されるのみです。女神転生2では、ちゃんと人物が表示されているのに、どうしてアイコンなのだろうと、当初は不思議に思いましたが、それは属性を示すためであることに気づかされました。
いずれにしても、一人称視点による、強い没入感の中、様々な状況を示しながら、プレイヤーの心理を揺さぶり、私たち自身で、この物語における、主人公の目的を見出すことになります。そして、新宿における、後藤とトールマンの対立軸。ご存知の方も多いと思いますが、ギリシャ神話では、元々の世界はカオスだったとされています。やがてカオスはガイアを生み、このガイアから、世界を創造した様々な神々が生まれ、神話上では、人類もその血脈にあるとされています。そして古代ギリシャにおいては、神話上の神々が、信仰の対象とされてきました。やがて古代ギリシャは、紀元前から地中海を中心に勢力を拡大した、ローマ帝国に支配されることになります。ローマ帝国は、もともと宗教に関しては寛容性の高い、多神教国家だったと言われています。そしてローマ帝国は、ギリシャ文化を積極的に取り入れ、もともとあったローマ神話もその影響を受ける中、ギリシャ神話の神々の信仰を許容したとされています。しかし、その後ローマ帝国では、キリスト教が急速に広まり、313年の国家公認を皮切りに、392年には、ついに国教と定められるに至りました。そして、キリスト教がさらに影響力を増していく中、伝統的な神話の神々からは、やがて宗教的側面が失われ、現在もそうであるように、神話は、多くの人々の間で、ある種のおとぎ話のような位置づけのものとなりました。後藤の演説の中で語られる、悪魔と呼ばれる、古の神々。それは、彼の部屋にある掛け軸が示す通り、アマテラス大神に代表される、日本神話における、八百万の神を表しています。彼が、神々という複数形を用いているのは、元来日本は、多神教国家だったことを表しているのだと思います。それはギリシャ神話における神々も同様です。彼が古の神々を悪魔と言っているのは、ある側面から見れば、それは異教であり、人類の主流派が構築した支配構造の中においては、宗教的な信仰の力を失いつつある、あるいはすでに失われた、神話上の神々を意味しているからだと思います。例えば、カテドラルのカオスエリアで対峙する、アスタロトのこのセリフが、それを物語っていると思います。そして、その根本をさらにたどると、世界の創造主は一体誰なのかという疑問に突き当たります。世界の文明は腐りきっている。それは、大地ガイアからの搾取の上に成り立っているからだ。我々は古の神々の力を借りた。神々と人類が共存する、ユートピアを築き上げるために。搾取とユートピアという言葉から、豊かな髭を蓄えた、かの有名な哲学者を連想する人もいるかもしれません。さらに、彼の激しい身振り手振りを交えた演説の様子は、まるで、あの悪名高き独裁者のようでもあり、国家主義を貫かんとする、彼の主張の一部は、後藤のモデルとされている、三島由紀夫のようでもあります。一方で、トールマンの部屋には、巨大な世界地図と、それを挟むようにして、両脇にアメリカの国旗が掲げられています。メシアという言葉は、かつては異星者を意味し、現在では、救世主として広く理解されています。この二人の描写には、もしかしたら、古代から現代に至るまでの、人類史における、様々な対立構造が内包されているのかもしれません。これまでも、多くの物語が、神話をモチーフとして扱ってきましたが、その理由は、物語としての魅力に溢れ、世界中の人々の共通認識が得られる、普遍性を有していることに加え、時代の変化による移り変わりはあるものの、人間の根源的な姿が、人々の教訓として描かれているからだと思います。そして現代においては、一種の創作物として捉えられている面もあるため、フィクションの題材とするのに、支障をきたすこともないと言えると思います。しかし、皆さんもよくご承知の通り、女神転生は、場合によっては、非常に差し支えのある領域まで、大いに足を踏み入れています。後藤という人物の中に、様々な歴史上の人物の影が見え隠れするのは、特定の人物に偏った描写では、さすがに色々と問題が出てくるという、ある種の自制心なのかもしれません。そういった恐るべき世界観の中で、
プレイヤーには様々な選択が突きつけられます。物語冒頭における、夢の中の誰かの言葉。何時の天秤に二つを乗せ、こぼれ落とさぬように歩むがよい。様々な選択肢を通じて、プレイヤーの心の中にある、左右の皿にローとカオスを乗せた天秤は、大きく揺れ動くことになるのだと思います。選択肢の中には、それが何を意味し、その結果どうなったのかがわからないケースも多く、正しいか否かの価値判断も容易ではないと思います。市ヶ谷駐屯地で、囚われの身となっている人々に、手を差し伸べるか否か。六本木にいる幼馴染の、痛切な頼み事を受けるか否か。そして、同じく六本木で、突然死んでくれと話す少女アリス。人間には、一貫性の原理と呼ばれる、自身の行動や発言、あるいは態度や信念などを、なるべく一貫したものにしたいという心理が働いているそうです。例えば、どうしても仲間にしたい悪魔が現れ、交渉に持ち込み、お金を要求されたとします。それに対し、一度二度払ってしまうと、その後、過剰と思える要求が続いたとしても、交渉から抜けることに抵抗を感じるという原理です。裏を返せば、宝玉を要求されたら絶対に断る、あるいは、3回目で絶対打ち切ると、最初から決めている場合は、抜け出せる可能性が比較的高いというわけです。おそらく、ここでポイントになるのは、この原理は、対象が強い意識下にあったり、理性が働いている場合は、通用しない点にあると思います。ちなみに余談になりますが、その原理を応用した、イエスセット話法と呼ばれるテクニックもあるそうです。人は、何度も同意を続けていると、すぐには反対しづらくなるという心理を使った、対面販売などに用いられるテクニックです。例えば、大好物のウインナーの、試食コーナーでのやりとり。ウインナーはお好きですか？はい、好きです。いい匂いでしょう。確かに、いい匂いですねー。お一ついかが？じゃあ、せっかくなんで。美味しいですか？美味しいです。では、ぜひお家でも食べてみてください。は、はい、じゃあ一つ。つまり、あえて否定する必要のない問いかけばかりなので、最初から絶対に買うもんかと、腹を決めていない限り、断るのはなかなか難しくなります。それでは、盗作における、最初の選択肢のシーンを見てみたいと思います。怪しい儀式が行われようとしている。カオスヒーロー。なんだ、この気味悪い儀式は。ローヒーロー。あくまでも、呼び出そうとしているのでしょうか。深きに眠る暗黒の王よ。この若き魂を受け取りたまえ。この直前に、プレイヤーは悪魔との初遭遇を果たしたばかりです。そして、仲間たちが二つの素朴な疑問を口にし、プレイヤーに対し、初めての選択肢が提示されます。一人の少女が、生贄にされようとしている。生贄の少女を助けますか？もちろん、盗作の作り手の皆さんが、こうした原理やテクニックを、意識していたわけではないと思いますが、盗作の序盤の設問に対するプレイヤーの答えが、無意識下における、一貫性の原理によって、重しとして作用する可能性はあるのではないかと思います。いずれにしても、様々な決断を下す中で、水面下では、属性値という形で、冷徹にそれが数値化され、次第に人々の主人公に対する態度も変化し、やがて、世界の運命が決することになります。前作、女神転生2も同様ですが、本来であれば、マルチエンディングというアイデアを実現しただけでも、当時としては、十分画期的な作品だったと思います。しかし、かつて上田さんがちょっと弱いなと、鈴木さんにつぶやき、そこからさらなるアイデアが生まれたように。盗作も、それだけにとどまらず、マスクデータとして変化する属性値を設け、さらには、回復をどこで行うかによっても左右されるなど、プレイヤーが気づかない可能性のある要素でも属性値が推移し、重層的な対立構造の中で、悩ましい選択を突きつけながら、いくつかの運命のクロスロードを経て、最後にエンディングが分岐する仕組みとなりました。それは、自分で選んでいるようで、本当は、自分では完全に制御することが難しい、人々の儚い夢や思いを乗せた、過酷な運命の物語でした。本日の考察は以上になります。
ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。またいずれ、メガテンシリーズや、派生作品なども取り上げていきたいと思います。おすすめの作品がございましたら、参考とさせていただきますので、ぜひコメントでお寄せください。次回のゲームやわは、5月15日更新、取り上げるゲームは、ただいま検討中です。決まり次第、動画説明欄や Twitter でお知らせいたします。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。